Audio Jungle。ロシアの空港で火炎湧き上がる。ドローン攻撃で軍輸送機4機破壊。ロシア北西部の空港で30日、攻撃用ドローンが飛来し、軍輸送機4機が損傷した。この日、タス通信とロイター通信などが報道した内容によると、ロシア・プスコフ州のベデルニコフ知事は、この日テレグラムのメッセージを通じ、プスコフ空港にドローン攻撃が加えられ、軍が対応していると明らかにした。プスコフ空港は国際空港で、軍民共用で使われている。ここはウクライナ国境とは 600km 以上離れており、ラトビアとエストニアから近い。ウクライナとの間には、ロシアの友邦ベラルーシを挟んでいる。今回のドローン攻撃による人命被害はなかったが、ロシア空軍の主力輸送機であるイリューシン IL76 型4機が破壊されたと伝えられた。タス通信はイリューシン輸送機のうち2機は爆発し炎に包まれたと伝えた。ロシアメディアはプスコフ空港で黒い煙が立ち上る場面を相次いで報道した。目撃者によると、空港周辺には防空システムが稼働しており、ドローンを射撃しようとするような銃器発射の音も聞こえたという。今回のドローン攻撃により、モスクワ西部ブヌコボ空港周辺の上空も一時統制された。プスコフ地域に対するドローン攻撃は今回が初めてではない。5月にもプスコフの総油管の建物にドローンが落ち、建物が爆発している。昨年10月には、プスコフ州にある空軍基地で正体不明の特攻要員が爆発物を仕掛けて、ロシアの新型攻撃用ヘリコプター KA-52 などが破壊されたりもした。今回のドローン攻撃に対し、ウクライナ政府は特別な反応を出していない。ロシア当局者、交通の要衝トクマクから脱出。ウクライナ軍前進に危機感か。ロシア軍に対するウクライナ軍の反攻で、ウクライナ軍が奪還を目指す南部ザポロジエ州の主要都市メリトポリのフェドロフ市長、ウクライナ側地域に退避中は29日、メリトポリの北方に位置する交通の要衝トクマクからロシア占領当局者らが脱出を始めたと交流サイト SNS で報告した。地元住民から提供された情報だとしている。ウクライナ国防省はこれに先立つ28日、トクマク北方の集落ロボティネの奪還を発表。次の目標はメリトポリへの進出ルート上にあるトクマクの奪還だと見られている。ロシア当局者の退避が事実であれば、ウクライナ軍の前進に対するロシアの危機感が示された形だ。トクマクは鉄道交通の拠点で、ウクライナ軍が奪還に成功した場合、ロシア軍の補給が乱れる可能性がある。フェドロフ氏は、ロボティネの奪還により、トクマクは前線付近の都市から完全に前線の都市になった、と指摘した。ザポロジエ州の北部を確保しているウクライナ軍は、メリトポリ方面に南下し、ロシア軍の支配下にあるアゾフ海沿岸の陸の回廊を分断することで、ロシア軍の補給路を断ち、南部一帯の奪還につなげる戦略を描いている。一方、小型ジェット機の墜落で死亡したロシア民間軍事会社ワグネルトップのプリゴジン氏の葬儀が29日、出身地のロシア北西部サンクトペテルブルクで非公開で執り行われた。複数のワグネル系メディアが伝えた。兵士も装備も足りません。ロシア軍が恒例の大規模演習中止か。英国防省が分析。演習に参加可能な兵員と装備が不定か。イギリス国防省は2023年8月28日月曜日、ウクライナ紛争の状況に関する分析を更新。
ロシア軍が2023年9月に実施を予定していた大規模実動演習ザーパド23を中止した可能性が極めて高いと明らかにしました。ザーパドは西という意味で、ロシア軍の西部軍管区を中心に実施される大規模実動演習です。直近では2021年にベラルーシ軍と共同で行われ、兵員約20万人が参加、インドなど8カ国からも兵員が参加しており、ソ連以降ではロシア最大の軍事演習となりました。ロシア軍は2010年以降、大規模演習を4つの軍管区の持ち回りで毎年実施。東部軍管区での演習はボストーク、中央軍管区の演習はツェントル、南部軍管区はカフカスと呼ばれています。通常各軍管区では4年に1回大規模演習が行われる形になります。ただ2021年以降は NATO の脅威への対抗を名目に、ロシア西部での演習を2年おきに行う方針となっています。イギリス国防省はウクライナ侵攻でのロシア軍の不振ぶりから、こうした演習の訓練価値が乏しく、見せ物であることが浮き彫りになったと指摘。ロシアは利用可能な兵員と装備が少なすぎるため、2023年のザーパド演習を中止せざるを得なくなったと分析しています。またロシア指導部も戦時中に見せかけの大規模軍事演習を行って、国内からの批判が高まることに敏感になっている可能性があるとしています。ウクライナ軍、ロシア軍の侵攻後から防空システム500台破壊。奴らは隠れようとしたけどダメでした。ウクライナ軍によると、2022年2月24日から2023年8月29日までに破壊したロシア軍の防空システムが500台を突破した。ウクライナ軍は公式 SNS で、奴らは隠れようとしたけどダメでしたとコメント。2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻。ウクライナ軍では2022年2月24日にロシア軍に侵攻されてから殺害したロシア軍の兵士の数、破壊した戦車、戦闘機など兵器の数をほぼ毎日公表している。ウクライナ軍によると、2022年2月24日から2023年8月29日までに破壊した戦車は4400台以上、装甲戦闘車が8500台以上、ドローン4300機以上、輸送車7900台以上、大砲5400門以上なので、防空システムの500台は破壊した軍事システムの数としては少ない方だ。ロシア軍はウクライナ軍のミサイルや大型ドローンを防空システムで破壊している。小型の攻撃ドローン破壊も物理的にはできるが、コストパフォーマンスは良くない。ウクライナ軍では、ロシア軍が侵攻してから数ヶ月はトルコのバイカル社製の大型ドローンバイラクタル TB2 で攻撃を行っていたが、このような大型ドローンの破壊には防空システムは適している。だが最近ではウクライナ軍は大型ドローンも使用しているが、破壊される確率も高いので、小型民生品ドローンに爆弾を搭載して落下して爆発させたり、ドローンごと突っ込んでいき爆発させる、いわゆる神風ドローンで攻撃している。ウクライナ軍ではロシア軍の戦車や輸送車などをドローンなどで攻撃しているシーンの動画や写真を多く公開している。だが、ロシア軍の防空システムを攻撃して破壊している動画や写真はほとんど見かけない。2023年5月にウクライナ軍が破壊したロシア軍の防空システムが300台を突破した。その時はウクライナ軍は公式 SNS で、防空システムは何をしているの?とロシア軍を挑発するようなコメントをしていた。ウクライナ武器市場に強力なプレイヤー参入の見込み。国防省が歓迎。ウクライナのレズニコウ国防相は28日の記者会見で、
複数の強力なプレイヤーが同国の武器市場に参入する見込みだと明らかにした。国営のニュースメディアが伝えた。今月末か9月の初めに良いニュースがあるだろう。複数の強力なプレイヤーがウクライナの武器市場に参入することについてだ。いくつかの契約が結ばれるはずだとレズニコウ氏は述べた。同氏によれば、ウクライナは9月下旬または10月上旬前後の日程で防衛産業のフォーラム開催を計画している。武器市場の強力なプレイヤーがおよそ50社参加する見通しだという。同氏はまた、ウクライナが国産兵器の生産を大幅に増やしているとも説明。155mm 砲弾などの兵器はすでにテストを済ませているとした。その上で契約は締結され、最初の発注もすでに実施済みだ。我々はそれら砲弾を直ちに軍へ送るつもりでいる。生産の拡大も計画していると付け加えた。一方で 125mm 砲弾は依然テスト中の段階にあるほか、122mm 砲弾の生産には困難が生じていることも明らかにした。ウクライナは複数のミサイル及びミサイル迎撃プログラムを進めており、より適正な資金の使途について議論中だ。